突然ですが、皆さんの部屋に弾薬庫はありますか？私の部屋にはね、弾薬庫めっちゃあるんですよ。あ、私危ない人じゃないですよ。はい。まだね、公安にもマークされてないはずなんで、大丈夫だと思います。私はね、ただの野球カード好きなおっさんなんですよ。で、そのカードを保管するように弾薬庫を使っておりますということで、以前ね、カードを保管する用の防湿庫の動画も出したんですが、あれもまだバリバリ現役ですよ。一軍のカードは防湿庫に入れるようにしてるんですけども、まあ、ちょっとそこがね、パンパンになってきたんで、防湿庫また買うのもあれだし、なんかいいカードケースないかなーって探してたら、この弾薬庫に行き着きました。今回はね、そんな弾薬庫と、その中に入れている私のコレクションを紹介しようと思います。うわっ！どんなもんじゃない？うわどうだ？エレイズ！ツー！ツー！ジャーン！はい、まずね、この弾薬庫、どこで買ったのかということなんですけども、こちらの弾薬庫はですね、私、Amazon で購入しました。商品名がですね、ミリタリーベース、PA108 タイプ、SAW、アンモボックスという弾薬庫ですね。これね、1個ずつ単品でも売ってるんですけど、2個セットで売ってるのもあるんですよ。で、確か2個セットを買った方が、1個あたりの値段は安くなるんで、私はセットで買いましたんで、皆さんも買うときはね、セットで買った方がいいんじゃないかなと思いますね。2個で確か5、6000円ぐらいだったんで、まあ1個あたり2、3000円ぐらい計算になりますね。で、そもそもなぜ弾薬庫がカードの他に適しているのか、という疑問をお持ちの方も多いんじゃないかと思います。任せてください。その疑問、すっきり解決してみせます。すっきりさせてみせます。この AV 女優の名前何かなーって時調べて、名前が分かった時くらいすっきりさせてみせます。ではまずカードを保管する上で大事なことは何でしょうか。まあ、まず分かりやすいところからいくと、衝撃から守ってあげることですね。これ大事になってくるでしょうね。まあ、カードって紙なんで、簡単にね、折りたり傷がついたりするんですよ。で、そういうことから守ってあげるために、皆さんもね、カードをスリーブやローダー、マグネットホルダーに入れてるんじゃないでしょうか。まあ、もちろん私もそういうものにね、カード入れたりして保管してるんですけども、さらにそういうサプライに入れたカードをどっかに保管しようっていう時に、私はね、ダイソーのワイドケースを使ってたんですね。以前私が出したあの野球カード初心者解説の動画でも紹介したワイドケースです。こちらのね。まあ、気になる方はね、そちらの動画もご覧いただければと思うんですけども。で、そのワイドケースもね、まあいいんですけど、カードいっぱい入れる箱としてはね。ただプラスチック製なんでこれ。なんかね、物が落ちてきた時とかに壊れちゃうと思うんですよね。で、中のカードにもなんか傷がいっちゃうんじゃないかと。要するにちょっとこれだと耐久性に少し欠けるなぁということでして、そこでこの弾薬庫ですよ。このね、弾薬庫の商品ページにも書いてあるようにですね、弾薬庫って米軍とかが弾薬とか榴弾を運ぶために使ってるものなんですよ。なのでめちゃくちゃ頑丈なんですね、これ。ちょっと試しにね、これ今殴ってみましょう。私のマックス90キロウーバンで。はい、このようにね、びくともしませんし、今手の甲が折れましたね。結構痛かったです。まあ、このように弾薬が守れて、カードが守れんことはないと思いますんで、カード衝撃から守るのにこの弾薬は適役ということです。で、カードの他でもう一つ気をつけないといけないのが湿気ですね。まあ、防湿庫にカードを入れるという話があるようにですね、カードにとって湿気は天敵でございます。湿気をね、カードが吸ってしまうとね、カードって反っちゃうんですよ。せっかくの大事なコレクションの状態が悪くなってしまいます。そこでこの弾薬庫ですよ。弾薬ってね、カード以上に湿気耐敵らしいんですよ。弾薬というか火薬ですね。なんかこれが湿気ると使い物にならなくなるらしいです。ちょっともうらしいらしいばっかり憶測になってますけど、まあ詳しいことは知らないですよ、銃に対する。私はね、自分のね、50センチ砲しか使ったことがないんでね、ちょっと銃に対する知見はありませんね。そんな弾薬を湿気から守るための弾薬庫なら、カードを湿気から守ることも容易なんじゃないかということで、この弾薬庫ですね、入り口をですね、ちょっとゴムで塞ぐような感じになってるんで、中がほぼ密閉されるんですよ。なんで空気はもちろん湿気もほとんど通さないと。なんで結構ほんとみっちりぴっちり閉まっております。そういうわけでね、弾薬庫はカードの保管に適しているということなんですわ。
あ、すいません、急にちょっとラフな喋り方になってしまいました。お詫びして訂正して謝罪申し上げます。大変申し訳ございませんでした。で、弾薬庫のサイズ感ですね、まあこんな感じですね。はい、あの近くにね、素晴らしいカードが置いてあるのはね、サイズ感の比較用で置いてるだけなので気にしないようにしといてあってください。トニー・ドゥバックス、まあご覧いただいているように結構でかいです。中にもね、まあまあ物が入るんですよ。まあこんな感じでダイソーのワイドケースが2個入りますね、さっき言ってたやつが。で、ウルトラプロのファイルが2個入ると。さらにまだ空いた右側のスペースに PSA の鑑定品がこんな感じで入ると。さあ、まあちょっとここまでね、長々ダラダラとゴミゴミの説明を聞いてきて皆さん疲れたと思いますんでね、ちょっと箸休め的にね、中のカードどんなんが入ってるかちょっと見ていきましょうかね。はい、この辺でウルトラプロのファイルにはね、これは大谷ですね。大谷のカードをいろいろ最初の方に集めたカードですね、本当。あ、で、鈴木誠也のトップスナウトで、この辺の感じ、まあ名だたるメジャーリーガーたちを入れてる。さあ、そしてこれですよ、このアーロン・ノラのトランプのエースとかけたこのエースのカード、これいいですね。これフィリーズは今年もノラやってくれるでしょう。で、ダルビッシュとかデイグロンとかね。で、トラニーで、ランディ・ジョンソンとかね。あ、これはなんかこれ映していいかな。まあちょっとね、罪を償ってほしいですけども。で、これ近鉄のなんか優勝ボックス開けた時のやつでいいなって思ったカードをファイリングしたやつですね。僕ノリとかローズとか好きなんでね。で、中の PSA 鑑定、あ、すいません、ちょっとモザイクがね、ちょっとかかったのは、僕の顔とね、陰嚢が、ちょっと反射して映っちゃってるので、今、モザイクしてます。すいません。はい、大丈夫です。なぜか、ドナルド・トランプのトップスナウと鈴木誠也で、誠也のサイン、みたいなね。で、あとは、はい、まあ、日本人メジャーリーガーと書いてあるね。箱ですね。これ後ほどまた改めてね、中身全部紹介させていただきますので、まあ、例としてこんな感じで、吉筒号のね、ルーキー5スター、銀サインが入っとったりね、いう感じでございますね。で、これ閉めるのもね、ちょっと、めっちゃ難しいんですよ。これ硬いんですよね、結構。この片手だとなかなか、ああ、やっと閉まりました。まあ、このようにもやっぱ、開け閉め大変っす。頑丈なんで。と、まあね、このように自分の大切なコレクションを収納できる弾薬庫でございます。皆さんもね、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。ちなみにね、皆様が使われてるこういうカードの保管ケースみたいなのがあればね、ぜひコメント欄で教えてください。皆様のね、カード保管状況も知って勉強したいです。で、ちなみに、世の中の9割の人は、この弾薬庫に目が行き過ぎてですね、弾薬庫の上にずーっといた上原愛に気づきませんね。これがメンタリズムです。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。さあ、ではこっからはね、弾薬庫に入れてる私のカードコレクションを紹介していきたいと思います。はい、もう完全にね、オナニータイムですね。私こんな感じで箱にね、こうやって日本人メジャーリーガーとかこうやって書いて仕分けしてますんで、蓮舫張りに。これで何がどこに入ってるかっていうのを分からなくなることがないと思いますんで、これおすすめですよ。まあ行きましょう。まあ本当、これはもう文字通りもう日本人メジャーリーガーが大量に入ってますって感じですね。はい、この吉筒業のルーキーサインに始まり、で黒田の。まあこの辺はなんか防湿庫の時の動画でも出したかもしれませんけどね。でも千賀のね、日本時代のトップスクロームですね。で、吉信、藤井。で、大谷のね、これはね、PSA 鑑定出そうか迷ったんすよね。迷った挙句ちょっと出せなかったというわけです。そして、トラウトも入ってるという。トラウトはなんでここに入ってるんでしょう。これでもいいでしょ、これ。トラウトがトラウトを釣るというインサートです。まあ、このね、吉田のね、トップスクロームのリフも地引きして PSA 出そうと思ったんですがね、ちょっとサインを出しちゃったんで、今回スルーしました、泣く泣く。で、この辺は私の趣味ですね、鈴木誠也。ヘリテージ。これも鑑定いつか出したい。で、黒田の日本時代のね、前田と聖夜。これは聖夜ということで。
これ聖夜のルーキープリズムですね。パニーニなんでロゴはないですが、結構綺麗なお気に入りです。前剣、前剣サイン。で、なんかこのね、トップスクロームの NPB 初年度版が、なんか若干値上がりしとるというか、なんかやっぱ何でもファーストというか、最初のやつは、初期版は人気出るんですね。で、クロダと。クロダもこれルーキーカードですよ、見てるこれ。いいでしょ、これ。クロダのルーキーカードです。ボーマン・スターリングの。で、聖夜・グローリー。佐々木朗希。まあ、まだメジャーじゃないけど、将来メジャーに行くであろう選手もね、この辺に入れちょりますわ。めっちゃあるな、これ。こここんなに集めとったんじゃ、あ、これ地味にお気に入り、地引きしました。オリオールズ富士のルーキーカード。本当はね、アスレチックスの方が好きなんだけどな、見た目は。ユニフォームかっこいいよね、普通に。お、吉野の銀サイン、これも、将来白サインですが、10万円ぐらいになるかもしれません。大谷さんみたいに。ちなみに僕はあの、白サインがあんなに高くなってるのが、理解できない派閥なので、吉野のこれを10万で買おうとは全く思いません。吉信のグローリーで、これね、この吉信のグローリーのね、これシリアル50シリぐらいなんですよ、確か。これ70シリでしょ、70シリなんですけどね、これなんかやたら表に傷があったんでね、鑑定出すの諦めたんですよね。これ鑑定出したかったよ。佐々木朗希シリアルジェネシスダルビッシュで、これもね、僕はまだあと2枚あるんで、佐々木朗希のチームリミのルーキーカード、ほら、あ、3枚やったわこれもね、鑑定出します、そのうち。で、藤井。またトラウト、イチロー。デッドライナーズ、ダルビッシュ、セイヤ。これはシリアルじゃないんですよね。まあ、この辺も鑑定出したいですね。で、またしても、次よの。まあ、この筒号はなんか、パニーニですけど、デザインめっちゃかっこいいんで買っちゃいましたね。しかもルーキーサイン。で、ビームチーム、大谷さん。この辺大谷ゾーンかな。大谷、大谷。千賀。セイヤのトップスナウですね。これは初ヒットだったかな？はいはいはい。ツイッターのトップスのファイネスと、なぜかガフェがこの中に混じってくるという。で、この辺も WBC とかこの辺のカードですね。はい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 。富士多い。あー、で、これね、これもこの吉野部も地引きしてね、これはもう鑑定案件ですわと思ってたんですよ。シリアルも150シリよ。めっちゃええやん、桜でって思っとったんですけどね、これひどいんですよ、これ。これ見てください、これ。折れとるんですわ、初期傷で。ほんまたまらんすわ。マジやめてほしい、こんなの。ショック。ベルタソン泣いとるわ。おおほほほ。そう、地味に高橋宏と、将来メジャー行くであろう高橋宏との、トップスクローム箱1インサートの25シリ、まあまあええやん、これ。そしてなぜか中村典のボールカード。まあ一応メジャーリーガーですからね、典さんも。今をときめくドジャースにかつて所属してましたからね。皆さん覚えとくようにしといてあってください。で、まあ残りはまあこんな感じですよと。はーい、じゃあ続いて MLB ルーキーサイン行きましょう。これもね、結構つ、まあでも本当にやばいサインカードとかはルーキーの。僕はあれなんでね、あの防湿庫に入れてるんで、こっちはまあ 1.5 軍みたいなカード。まあでも自分の中ではええやなカード入れてるつもりですけど、このアーロン・アシュビーというマリナーズじゃない、ブルワーズのサウスポー、めっちゃこのサインがっつりでよくないの5スターで引いたんですよ、僕は。このアーロン・アシュビー。これ全く同じ選手です、これ。これがマイナー時代、デビュー時代で、これがもうメジャーに上がった時のね、写真ですよ。サインも、まあ、原型あるけど、やっぱちょっと違うよね、大きさが。いやー、でもちょっとどの選手もやっぱ難しいと思うけど、ずっとでかいがっつりサインでお願いしたいですね。はい。で、ジェラルド・ペルドーム、これ去年ワールドシリーズに進出したダイヤモンドバックスの声優劇手です。いい選手ですよ、守備もいい。で、これルイス・ギルはね、スプリングトレーニングでなんか100マイルとか出してなかったですか。ゲリットコールがね、ちょっとなんか MRI 検査とかしてるんで、コールの穴は俺が埋めるでという感じで頑張ってほしいです、ルイス・ギル。
で、こっちジェイク・ボーゲルとカーソン・タッカー。これは僕はボーマン・プラチナムで引いたね。まあ、やっぱまだ線が細いんで、まだまだこれからの選手たちです。で、この辺もあれですね、僕が、いびきしたやつが入っとるという感じです。まあ、これからが楽しみな。で、これはあれですね、元広島でおなじみ、サファテのね、ルーキーサインカードです。まだ若いでしょ。もう今なんか、宣教師みたいな風貌になってますからね、サファテ。ヒゲがもうすごいことになってますから。で、エマニュエル・リベラ、この人もどっか移籍しとったの、ロイヤルですから。で、ビクトル・ゴンザレス。ゴンザレスは今年からヤンキースじゃなかったっけ？普通にいいピッチャーですよ。3点、4点ぐらいで。頑張ってくれるんで。でもこの辺はなんかもうあれですね。まとめ買いみたいなので、とりあえず買いまくってた時期があるんですよ。ボーマンってカード。ボーマンのサインだったら、めっちゃいいんでしょ？スポーツカードって思ってた時期が僕もあったんで。ジェイク・ロジャースって、ジェイク・ロジャースは普通に良くない？だって、まあまあ打ってなかったっけ？ジェイク・ロジャースのボーマンの、しかもこれシリアルっぽいし。これ100シリアン。これはいいよ。まあ、こんな感じでございますよ。はい。で、今回ね、私が一番見せびらかしたいボックスが、こちらでございます。とか、カープね。カープ。やっぱカープはね、カープのカードはちょっとなんか、他のジャンルとは違う気合の入れようで集めてますからね。もう、年代別に確か並べた記憶がある。こっちの方がね、古いんですよ、確か。これですね、まず2016か15か。16の、なんか荒い黒だのなんか、ダブルコンボパッチじゃないし。これいいっしょ、これ。よいしょ。はい、まず、栗原。栗原のサインね、僕欲しかったんですよ、これ。しかも、全盛期の時じゃないですか、2011ですよ、2011だったらもうだから、畠山と打点を争ってた時ですよ、新井とかと。ただあの年以降がね、ちょっと怪我を、この2011年にね、肘の怪我を無理を押して出てたのがたたって、それ以降はちょっとね、蘇ることができませんでしたが、僕は栗原好きでした。最初に好きになった選手が栗原でしたね。カープの4番でしたから。で、このバリントンのね、オンカードサインです。このね、木鯉、輝き鯉っていうね、このプロダクトが昔あったんですけど、これね、ほぼほぼオンカードのね、プロダクトだったんですよ。ただね、このプロダクトのサインカードね、めちゃめちゃかすれてることで有名で、そういうカスカスのサインカードを紹介してる動画もあるんで、ぜひそちらもご覧いただければと思うんですけども、このバリントンかすれてないんですよ。いいでしょ、これ。めっちゃ綺麗じゃない、これ。これはね、我ながらね、いい買い物したなと思いましたね。で、エルドレッドの、いいじゃないですか。エルドレッドで、さらにエルドレッド。これエルドレッドがメジャーにおるときのね、トップスのサインカードです。で、ここユニフォームのね、メモラーオートです。メモラーオート。いいでしょ、これ。これ、エイアンカップにも出しました。で、お薬バティスタ。で、大林のクッソかっこいいサインカード。ヘルウェイがね、ジョニーヘルウェイ。僕大好きでしたね。めっちゃ球速いんですよ。157、8出て、それがしかもツーシームみたいにグニャグニャ曲がるんですよ。だいたいなんかイニングの途中から出てきて、ちょっと投げて抑えて帰るみたいな。日本シリーズとかでもね、イニング途中で出てきて抑えたりしてくれたいいピッチャーでしたね。いやー僕好きでしたね。パワープロで自分で、パワープロ能力納得いかんかったんで、自分で作るぐらい好きでしたよ、ヘルム。で、マッスンのね、マスダのルーキーエディションプレミアム、去年のサインカードですよ。いやー、マスダもちょっとね、活躍してほしいんですが、なかなか投手層が厚くなってきたんでね、カープも。これ割って入るのなかなか難しいと思いますが、マスダも頑張ってほしいですね。で、あと、この辺は何だろう。あ、もうサインですね。矢野雅也。応援歌できましたね、矢野は。なかなかね、カープらしくない応援歌というか、攻めた応援歌だったんで、球場で歌うのが楽しみですね。矢野、ニラサワ、この辺は一昨年のね、このもう真っ赤なデザインのチームリミのサインカードが僕一番好きですね、近年だと。これ矢崎ね。もはやもうカープの勝ちパターン。矢崎からの矢崎。矢崎あれ2枚、あれ2枚持っとったっけ俺。なんか、矢崎コレクターになったりつもりか。この清水かなとというね、高卒のキャッチャーがいるんですけど、めっちゃムチムチなんですよ、下半身。すげえ打ちそうなんで楽しみにしてます。で、トコちゃんね。トコちゃん。中崎、フランスは。
堂林みたいな。まあこの時のカードのデザインもかっこいいけどね、やっぱこっちかな俺は。まあで外小判どうしたで、嫁がグラドル石原、それを言うとでもめっちゃ怒るらしいんで気をつけてください。で島内のルーキーさん、これいいっしょ、これ島内矢崎栗林、これなかなか12球団でも上の方の勝利の方程式じゃないですか。でまた矢崎創業技術神久本、懐かしいね。あ、へやへ、5回100球2失点おじさんね、中日から来てくれまして、 A クラス請負人なんて言われてましたね。平浜、広瀬、岸本、懐かしすぎる。 AKB というユニットをね、カープで組んでました。前田、大島、篠田で岸本 AKB じゃねえなよく考えたら、失礼しました。で松本龍也ね、で森浦と、まだ手大量にあるな。これ年度順に並べたんであんま崩したくないですよね。こっちの方が新しいかな多分。中で川野圭、まっすん、これシークレットかな、背景が赤なんで多分のチームリミのシークレットですね。この辺チームリミ、チームリミ、チームリミで、内田も楽しみですよね本当に。で斎藤佑太もね、今度北海道エスコンでデビューするらしいんで、実戦新井監督がね、北海道の親御さんとかに頑張ってるとこ見せてあげたいって言うんで、斎藤、滝田、持ち丸をエスコンの遠征に帯同させてくれてるらしいんで、優しい監督ですよ斎藤。斎藤清水、須田、斉藤、中村、高根、和製吉田正尚で、翔平、森。この森はね、マジでね、ティモンディの高岸にすごい似とると思うんですよ僕は。めっちゃ似とる。この写真だと似てないけど、他の写真見たらマジティモンディの高岸なんで、ティモンディの高岸が投げてると思ってください。でその高岸のエスペランザ、高岸のエスペランザだよね。でこれですね、カープの秘密兵器坂田玲、ナックルボーラーです。もう今や絶滅危惧種と言っても過言ではない。優勝決まるような大一番とか日本シリーズ第7戦とかでここぞでリリーフさせたいわ。絶対打てんだろ初見のナックルなんか。ファーストボーマン、ファーストボーマン、緑グリーンパラレルとリフラクターですね。お期待してますね。サインも欲しいんですけど、サインあるんかな坂田の、見たことないけどね。田村のね、で田村の、俺田村のエスペランザ持っとんじゃん。ええやん、しかもルーキーで。前田智則2世、サインはでも持ってない。で松龍のボーマン、黒原もね今年は良さそうなんで超楽しみですよ。末金ルーキーでしょ、末金ホログラフィック、末金ニューカムズ、末金ベースカード、末金ベースカード、森下ルーキーでしょ、末金ゾーンだったな。で島内、お小生も、矢崎のルーキーカードですよこれ。高級版じゃなかったな、カーププレミアムみたいな。これいいっすよこれ。矢崎のオレンジ25シリーズトップス。で、松山のね、この、サヨナラ打った時のやつかな。でも、このサヨナラなんか、ファーストがちょっと弾いて、その間にホームインみたいな、ちょっと、なんか、あんまり絵にならんサヨナラだった気がするけど、ここだけ切り取ったらめっちゃかっこいいな。で、坂倉75シリーズ、栗25シリーズ、栗林もシリアル、栗林。その、今は亡き西川、お尻。森下みたいなね。いやーいいですね。出ながらちょっとムラムラしてきますね。これはいいカードたちだ。グレグラロッカのオープニングゲーム、レイノルズがねちょっと令和のラロッカになってくれるんじゃないかとちょっと思ってるんですよね。非常に楽しみです。ユーティリティ性あるところとバッティングも結構いいんで。で中崎、ジェニシス、デビッドソン、懐かしい。デビッドソンです、これ、デビッドソン。ほら、もう1年残してもいいかなと思ったけどね。で、浅山、東洋、アニア、総八、1-1、よかったわ。で、なんか、末金がキラリと残ってます。BBM セカンドか、のルーキーカード。いいっしょ、これ。はーい、いかがだったでしょうか。まあ、前半こそね、弾薬庫の紹介動画でしたけども。後半はね、ほぼ私のマスターベーションみたいな動画でしたね。はい、まあね、こんな感じで野球カードの開封とかね、コレクションの紹介とか、ゲーム実況とかね、いろいろやっておりますので、今回の動画が面白いと思った方や、野球カードにちょっと興味が出てきたという方はね、ぜひチャンネル登録していただければと思います。はい、本日はね、
レンドンのサインカードもちろん防湿庫に入れてますスペシャルということでね、約25分間ぶち抜きでお送りしてまいりました。わーわー言うとれます。お時間です。さよなら。